こんにちは、脱力系マクロビチャンネルのやちゃんです。今日はもうすぐシーズンを迎える酒粕を使っためちゃめちゃ簡単な酒粕レーズンを紹介します。酒粕ってビタミンや酵素がたっぷりで美肌や健康にいい発酵食品として注目されてますよね。特に最近話題なのがコラーゲンを作り出すって言われているアルファエチルグルコシドっていう成分なんですね。コラーゲンを取っても体のコラーゲンは増えないよっていうふうによく言われてるんですけれども、この成分は体内に入ると全身でコラーゲンを作り出しちゃうっていうものだそうなんです。もうこれって食べる美容液みたいな感じだと思いませんか？これが含まれているのは日本酒と酒粕だけって言われていて、日本酒なら1日 50ml くらいで、酒粕だったら、大さじ3杯ぐらい食べると2週間で美肌効果が期待できるなんてテレビでも話題になったそうなんですね。でも大さじ3杯酒粕だけだと結構食べにくいですよね。で、今回紹介するこの酒粕レーズンっていうのは混ぜるだけなんですけど、ちょっと甘いクリームチーズのような感じになってめちゃめちゃ美味しいんです。これだとそのまま美味しく食べられるので、美容や健康に気をつけてる方にぜひ食べていただきたいなと思います。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright.まずボウルに酒粕を入れます。酒粕はこんな感じで少し柔らかい練り粕というものと、板状になった板粕というものがあります。板粕はこの練り粕みたいに柔らかくないので、柔らかくするために一手間が必要になるんですね。よく見かけるレシピだと、ちぎって水に浸したりレンジで温めたりするっていうのが多いんですけど、実は蒸すのが一番美味しいです。アルコールも上手に抜けてふわふわに柔らかくなります。20分くらい蒸して水を足して好みの硬さにしていただけば OK です。練りかすの場合はこんな風に、とても柔らかい状態なので、ここに直接レーズンを入れていきます。乾燥したままのね、レーズンを入れていただいて大丈夫です。この時レーズンの量が多ければ多いほど甘くなりますので、量はね、お好みです。レーズンはオイルコーティングされたものだと酒粕と馴染みにくいので、 1,2 分茹でて油抜きしてから使うといいと思います。レーズンは血圧を下げたりむくみを取ってくれるカリウムっていう成分が多く含まれていて、カルシウムとか鉄分なんかもバランスよく含んでいる食品なんですね。これが天日干しされることでさらに栄養価と甘みがアップしてるんです。そうしましたら保存容器に移して、レーズンが酒粕にしっかりと埋まるようにして、夏でしたら常温で1日くらい、冬場でしたら3日くらい置いておくと、レーズンがふにゃっと柔らかくなって出来上がりです。では置いておきましょう。レーズンを取り出してみて、ふくっと水分を吸っていい感じになってきたら OK です。こちらが入れる前のレーズンなんですけれども、こんな感じで水分を含んでふっくらとしているのが見えるでしょうか。こんな感じでレーズンがふっくらしてきたら完成です。冷蔵庫で保存してくださいね。完成しました。では早速味見をしてみたいと思います。レーズンがね、ふわふわになってます。レーズンはお酒が染みてラムレーズンみたいになっていて、酒粕の方は逆に水分を持っていかれてるのでさらに濃厚になっていて、クリームチーズのような感じになってます。これなら大さじ3杯余裕でいけると思います。このまま食べてももちろん美味しいですけど、トーストに塗って食べたり、あとはヨーグルトと混ぜたりしても美味しくって、あとはね、こういうね、クラッカーとかにこんな感じで乗せて食べるのも美味しいと思います。
めちゃめちゃ美味しいです。酒粕にはレジスタントプロテインという食物繊維のような作用をするタンパク質も含まれていて、便秘改善とかコレステロールを下げたり肥満を抑制するなんていう働きも持っているんですね。11月12月の新酒のシーズンを迎えて、搾りたての酒粕がたくさん出てくると思います。ぜひそれを使って作ってみてくださいね。じゃあねー。